はい、こんにちは。日本改革と靴沢です。ゆうき様、こまや様、リオママ様、直子様、金井製雇われ店長様、お手紙も焼きとうもろこし様、お手紙もご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠に、ありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金と河野太郎との裁判費用にさせていただきたいと思います。能登地震お亡くなりになった方は現在110人、謹んでお悔やみ申し上げます。行方不明者は211人、ご無事と救出を願っております。岸田総理記者会見、死者が100名を超えた、改めてお悔やみ申し上げる、激甚災害指定を視野に入れ被害規模の調査を進める、だそうであります。世論ですね、これ。やっと視野に入ったか、おっそ、とっくに指定しているかと思ってた。震度7が出た時点で激甚確定だろ。まあ、震度8っていうのは存在しないらしいんでね、震度7がマックスだって。激甚災害指定へ検討を加速、説明が絶望的に下手、岸田が決断力を発揮するのは増税の時だけ。激甚災害指定されると使える予算が桁違いになるみたいなんですよ。その代わりいろいろと細かい規定があるらしい。そういうのを説明しなきゃ、おっそ、のんき、正月ボケと罵られるのに、説明が下手くそなのは万事人ごとでぼーっとしてからですかね。道路があれなんで、飛行機やヘリを使った調査をやってましたみたいな発表もありました。とにかく道路寸断で、震災5日目の5日5日になってから初めて物資が届いた避難所もあったって。世論です。ヘリが使えないのか、素人ボランティアが殺到したせいで大渋滞になった結果、避難所から被害のないとこにヘリで移動させたら、報道だとたった一本の道が土砂崩れで埋まってたって。そうなんか、一本しかないんか。すべての避難所が5日になってやっと届いたってわけでもなさそうなんですけれども、なんか自宅から、潰れた自宅から持ってきた餅とかで、しのいでたらしいです。道路は日々復旧していると信じたいですね。沖にですね、ヘリ空母、加賀とかね、もう一個なんだっけ、忘れちゃった。ど忘れ。沖合にヘリ空母を停泊させて、ヘリで物資のピストン輸送とかできんのかな、オスプレイとか。孤立した避難所から避難民を移動させるっていうのもいいアイディアだと思うんですけどね。なんか停電しているようなとこは寒くてしゃあないってことなんで、できるなら自衛隊さんがとっくにやってるんだろうか、謎ですね。自民、公明、維新、立憲、共産、民民、物資輸送の邪魔になるんで視察を控える、で6党合意だそうであります。令和山本太郎、6党合意に入っていない令和山本太郎、避難所に乗り込んで自衛隊が作った炊き出しカレーを食っただけで炎上。それ避難民のだぞ、お前が行くとその分渋滞するんだが。ヤフー検索で一時ですね、炊き出しカレー、ツイッターでは山本太郎がトップになる大惨事が起きておりました。カレー食っただけで。世論です。違うだろ、太郎。カレー食いに行っただけで草。みずほも行っとるからセーフ。そういえば6党合意に社民も入ってないね。みずほも行ったんか。支援物資届けに行ったわけではないの？ガチで何しに行ったこいつ。だけど、令和信者は喜んでるから。このバカのために特別対応しないから、しなきゃいけないから、YouTuber より立ち悪い。余ってて誘われたなら、と思うけど、被災地にですね、食料届けたら、被災者から感謝され、お礼にその食料で作る炊き出しに誘われたって流れだったみたいであります。手ぶらで、行ったっぽいですね。3人の共産党議員よりマシかな。ヤフー検索でトップになってしまったのは、擁護のために、掲示板に駆けつける信者もいたんでは。未だに2ちゃんのニュース速報では勢いトップになってますから、アンチとですね、信者が熱くバトルしてるのかなって思ったりなんかして、賛否両論っていうかね、何にしてもカレー食っただけで話題になるとはね。ゴミマスが必死で煽ったですね、安倍総理の4000円のカツカレー、タッケーを思い出します。
朝日新聞築地社屋に入ってるレストランのカツカレーは4500円だったってオチがついておりました。10年ぐらい前かな、約100人が避難している石川県立穴水高校に侵入し自販機を壊して商品と現金を奪う事件発生。目撃者の少年によれば1日20時頃金沢ナンバーの車から 4,50 代の男女 4,5 人が降り、緊急だからとだけ言ってチェーンソーで自販機を破壊し中身と金を盗んだ模様。揺れて4時間後、1日の、午後4時ぐらいに揺れましたから4時間後にこの始末。ほんとろくでもねえなー、人がいるのに堂々とチェーンソーって、いやー荒っぽい、世紀末感ありますね。早速だな、しかしな。世論です。飲料水は私も金盗んだら終わり。自販機自体もめちゃくちゃに破壊しているようだな。犯人は卒業生かもな。金沢ナンバーってことは地元民か。結構穴水と金沢って離れてるみたいなんですけどね。まあ他県ナンバー、他県から乗り込んでいったんではないと。まあ揺れてから4時間後じゃ他県から泥棒に行くっていうのも間に合わないんでしょうね。道路がダメで近隣からしか行けないだろうね。被災しているからナンバーも楽に盗めるぞ。そうかもしれない。集団でチェーンソーって警官なら発砲案件だぞ。火事場泥棒許せませんね。作物泥棒もそうですけど、こういうのは見つけた人がリンチしていいことにしないか。ベトナムみたく、ベトナム人がベトナムでは作物盗まないのはもし見つかったら殺されても文句言えないからだって。村人にリンチされてそのリンチの結果死亡してもそれを社会が許すという、そういうのがあるからおっかなくて盗めないっていう、日本でばっか盗んで不思議でしょ。ベトナムでは盗まれないのかって不思議でしょ。それはこういう理屈があるからで、火事場泥棒にもこのルール適用してもいんなねえのかなって。災害地の犯罪はリンチしてもよいみたいなのルール、人目がある避難所を狙って、まあ不自然なんですけど、人目がないところはあらかたぶっ壊して避難所のもってなったかもしれないな。それともその穴水高校に恨みがあるやつ。チェーンソーで金属を切るのはこんなんだからグラインダー使ったんじゃないのかな、思いますけれども。私を訴えている河野太郎、被災地では過去の医療記録の呼び出しなどでマイナンバーカードを活用してくださいと投稿し、停電で読み取り機使えねえよバーカと炎上。世論です。ほーら、スマホ所持が前提になるじゃないか。被災者はマイナカード持ち出せてんの？通信できない状態の被災地で通信って回復したんだっけ？停電してるのでは？電気も電波もないラジオすら止まっている。あ、そうなんだ。NHK 石川も止まっちゃったってもんね。停電で。薬が必要な高齢者がスマホやマイナポータルを使いこなせるのか？通帳もマイナンバーカードも崩れた家の中だぞ。河野の頭の中では停電してなくて、電波が生きてて、高齢者がスマホを使えて、医療機関のネットが生きてて、薬の在庫もあるんだろうと。なんかデジタル大臣っぽいことを言わなきゃって焦って外しましたね。大外し。現地はほぼ停電だが、停電していない地域もあるそうであります。この5日になってやっと物資届いた避難所は停電してなくて、まあいいんだけどっていう話。地域でね、被害状況が違うんだから、黙っとけばいいのにね。黙っとけばいいの。政治センスないよね。地元民、河野太郎が当選しないと困る小田原平塚の企業とか会社とかいっぱいあるんだって。そうするとね、どうあっても、当選しちゃうから、まあまあ、勉強はしなくなるわね。バカになっていくよね、だんだんね。これも訴えられるんだろうか、私。河野太郎はバカと言っても訴えられてしまうんだろうか。バカにバカっつっても事実の提示でも名誉毀損成立しちゃうと言うからな。
共産党キラヨシコ3位、救援募金は全て被災地に届け、使途についても公開しており、被災地の党組織への支援とは全くの別会計であることは明白です。誹謗中傷に断固抗議します。悪質なものについては法的措置を講じます。議員が訴えるっていうのが流行ってるんですかね。世論です。聞いてるようだな。募金を支部のために使う実績があるから言われるんだろう。除名された東郷さんが募金の行方は教えてもらえないってバラしてたけど、あら、重機で安倍さんの頭を引いて喜んでたキラさんじゃないですか。正確には被災地の共産党組織のみへ届けるってことだよね。全て被災地に届ける予定、使途を公開する予定、それが実現したら被災地の党組織への支援は全くの別会計ってことでね。辻元清美、疑われた方が悪いんじゃないですかねって過去に言ってました。ああ、森かけん時だっけな。過去にうっかりですね、募金は何々支部のために使わせていただきますって投稿しちゃってたじゃんか。東郷さんも募金集めした公認候補でさえ行き先を教えてもらえないってバラしてたしね。選挙違反から交通違反から何でもござれの共産党がこの件に関して、これに関してだけ正直って思えないんですよ。全然過去には殺人もやってるから公安監視対象になってんでしょうが。今日のその他のニュース、救援自衛隊員を4600人から5400人に増やすと政府発表。じわじわ増やしてんのは道路があれで大勢投入しても現地行けないからですかね。福島瑞子、軍事費よりも被害者支援、防災減災です。あと原発再稼働反対。ノート発動、自衛隊の救援活動には防衛予算の一部が使われており、防衛予算を減額して支援の質が上がるとは考えられません。なるほどな。現地入りするためのガソリン代なんかも防衛費使ってんだしね。石川県、ボランティア受け入れ体制が整ってません。問い合わせもご遠慮ください。電話殺到したんでしょうかね。ボランティアだって食うし休憩するし寝るし暖房も必要だもんね。電気と水道と道路が復旧してですね、最低限の環境を整ったら瓦礫の片付けなんかで需要が悪化もしれないですね。まあそれまで待機ということで、琉球新報、能登地震募金開始、なんと現金のみ受付、送金もダメ。そんなのごまかし放題じゃん。全く不自然だし全然信じらんないですね。あったくな。琉球新報、ここも共産党同様全く信用できません。嘘はつくし、あることないことを隠し、いうことでね。というわけで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。